グッドモーニングエクササイズとは、腰や、脊柱切りつすじ、大電筋、ハムストリングスを鍛えるトレーニング種目。一般的な方法は、立位から背筋を伸ばしたまま前方におよそ直角に曲げ、完全な立位に戻す。バーベルやダンベルを担いで負荷をかける方法もある。この運動は腰への負担が高く、腰痛の原因となりやすい。現在では、 グッドモーニングエクササイズを進める指導者は少なくなっており、脊柱起立筋をメインに、背面全部を鍛えるデッドリフトや、同じ運動であるが安全に鍛えられる、バックエクステンションに置き換えられている。スタンディンググッドモーニングエクササイズよりもシーテッド、グッドモーニングエクササイズの方が、脊柱起立筋に負荷が集中する。スタンディングバーベル、グッドモーニングエクササイズスタンディングバーベル、 グッドモーニングエクササイズスタンディング、スミスマッシングッドモーニングエクササイズスタンディング、スミスマッシングッドモーニングエクササイズ大電筋と、ハムストリングスに意識を集中して行うと、効果的である。背中が丸まらないように、十分気をつける。スクワットの要領で肩にバーベルを担ぎ、肩幅くらいのスタンスで立つ。両膝はややゆとりを持ち、下背部のアーチを意識して作り、 肩甲骨を寄せて、胸を張る。息を吸って止め、股関節から上体を前方に曲げていく。尻を突き出すようにして、上体をほぼ水平になるくらいまで倒す。息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。大電筋とハムストリングスに意識を集中して行うと効果的である。背中が丸まらないように、十分気をつける。 スクワットの要領で肩にスミスマシンのバーを担ぎ、肩幅くらいのスタンスで立つ。両膝はややゆとりを持ち、下背部のアーチを意識して作り、肩甲骨を寄せて、胸を張る。息を吸って止め、股関節から上体を前方に曲げていく。尻を突き出すようにして、上体をほぼ水平になるくらいまで倒す。息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。 背中が丸まらないように十分気をつける。スクワットの要領で肩にバーベルを担ぎ、フラットベンチに座る。下背部のアーチを意識して作り、肩甲骨を寄せて胸を張る。息を吸って止め、上体を前方に倒していく。下背部及び上背部が丸まらない範囲でできるだけ上体を倒す。息を吐きながら元の姿勢に戻る。 2から3を繰り返す。ありがとうございます。